古きを訪ねて新しきを知る LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは、番組パーソナリティ LSB 代表の横井大輔です。こんばんは、番組アシスタント文化放送アナウンサー松井さゆりです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は温故知新をコンセプトに今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。今夜は先週に引き続き株式会社竹中工務店東京本店技術部計画情報グループの島田理恵さんをお迎えいたします。はい、今日はオープニングから。そうですね、はい、お越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では横井さんにちょっと伺いたいのですが、はい、このシステム考えた人天才だなとか、はいはいはい、この商品作った方天才だなって思ったことありますか？あります、あります、うん、あの世の中のいろんなこうヒット商品とかですね、はい、あの見るたびにあこれすごいなっていうのはいくつもあるんですけども、今日はあの聞いてらっしゃるリスナーの方皆さんも多分私の考えに同意してくださると思って例をお話しますが、はい、私あの学生時代にですね、あのデニーズというファミリーレストランでアルバイトをした時がありまして。どんな感じで？いらっしゃいませ、デニーズへようこそってやってましたけれども。さすがですね、島田さん。そうですね、はい、その時にこうお料理を運んでお食事が終わった後に回収しに行くんですね、うん、バッシングって言うんですけど、取りに行って、はい、であの片付けるって結構大変で、あのそのお皿を片付けたりするのは大変だったんですけども、ですごいなと思ったシステムで言うと、皆さんよくご存知の回転寿司のお店でくら寿司さんですね。くら寿司、はい、皆さん行ったことある方いらっしゃると思いますけども、はいはい、くら寿司さんってあのくら寿司さんにしかないすごいシステムがありまして、これ、はい、島さんご存知ですか？あ、はい、私は存じてます。行ったことがあるので。あ、そうですか、はい、なるほど。松井さんわかります？くら寿司、私も存じてます。行ったことがあるので。わかりますよね、くら寿司すごいくないですか？あれすごいですよね。ね、島田さん、あの画期的ですよね。そうですね、あの、はい、ガチャとか、ね、ガチャのやつ、はい、あれどうなるんでしたっけ？ガチャですか、はい、やっぱあれびっくりして子供たちも本当に喜ぶものですよね。これあのこの直前に島田さんがおっしゃってた言葉をそのままお伝えしてるんですけれど、本当にこう子供たちがくら寿司に行かないっていうのはよくわかりました。いや、そんなことないです。ガチャですよね。はい、でどうなるとガチャになるかご存知ですか？どうなるとですか？はい、やっぱ食べて、はいはい、食べてどうするんですか？食べて、でそれがこうガチャに結果的につながっていくっていう感じ。あ、そうですよね。あ、そうなんです。食べてお皿をこう見てるだけでガチャになっていくんですよ。あ、キュ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 ッと。そうそう。あ、島田さん合ってますか？ちょっと違うかもしれないです。はい、横井さんこそ行かれたことないんじゃないですか？うん、全然。教えてください。どうなるんですか？え、だからこう食べたものがこうガチャになってくんですよ。あの、教えてください。はい。あの。テーブルにですね、はい、あのお皿を回収するところがあるんですよ。え、お皿を回収するなんか穴みたいなやつがあって、食べ終わるとそのお皿を回収の穴に投げるんですね、はい、でそうすると5枚貯まるとゲームが始まるんですよ、はい、え、何ゲームですか？なんかいろんなゲームがあって、それで当たるとガチャが出てくるんです、はい、あのおもちゃが出てくるんです。え、本当ですか？島田さん、本当です、はい、本当ですか？島田さんがおっしゃるなら。で、何が言いたいかというと、はい、先ほど私デニーズでアルバイトしてお皿回収するの大変だとお伝えしましたけど、はい、お客様がお皿をね片付けてくれるんですよね。あ、であと5枚に1回ゲームができるので、はい、4枚しか食べてない時にお腹いっぱいでももう1枚食べたくなるんですよ。この枚数で食べたくなって、しかもお客さんが喜んで回収を手伝う構図になってて、はい、このシステム考えた人天才だなと思いました。その穴に入れると、はい、お皿を入れるとそれが流れていくんです。流れていって、はい、なんか水の音がちょっとしますので、多分水でね、はい、洗われて、はい、ずっとその洗うとこまで流れていくんでしょうね。そういう仕組みがあって、はい、あのお寿司も回ってきますし、食べたお皿も回収されていくっていう仕組みがテーブルだけであるんですよ。素晴らしいですね、はい、これがガチャ。そう、あ、ガチャというかそれがまあそのくら寿司さんの、はい、これ考えた人天才だなと
思いました。素敵ですね。普段高級寿司しか食べない松井さんにはなかなかえんどい話かもしれませんけど。なんてこと言うんですか。そんなことないですよね島田さんね。初めてお会いしたんですけれど巻き込んでしまってすみません、はい、はい、勉強になりました。はい、それでは現場 DX 研究所今夜もスタートです。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。この番組は IT で人生を演出するエルイズビーの提供でお送りします。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャットダイレクト、現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きまして株式会社竹中工務店の、東京本店技術部計画情報グループの島田理恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではお話伺ってまいりましょう。前回は3つの質問いたしました。はい、振り返りますと質問1つ目、力を入れている取り組みはの答えは環境まちづくり建設プロセス改革。そして質問2つ目、業務の中で大事にしていることは、こちらは一つの業務を行うにも様々な関係部門との調整が必要なためほうれん草の徹底、うん、そして質問3つ目、島田さんの理想の働き方は、こちらは新しいことに積極的に取り組み誰もが抵抗なく様々な働き方で業務をできる環境を整えると。はい、お答えいただきました。前回は1の質問ですね、力を入れている取り組みはについてお答えいただきましたので、はい、まあ、今回はまず2つ目の質問、業務の中で大事にしていることは、こちらについて伺っていきたいと思います。はい、お答えが、一つの業務を行うにも様々な関係部門との調整が必要なためほうれん草の徹底ということでしたけども、はい、ね、こちらを掘り下げていきたいと思います。いきましょうね。島田さんのお仕事内容が現場の ICT 推進、また新生産システムの開発展開推進とおっしゃっていましたけれども、はい、具体的に現場でどんな ICT が活用されているんでしょうか。はい、さまざまなところで利用されていますが、はい、特に作業指示とか検査というところでデジタルソリューションを活用させていただいています。タブレットなど活用されてますか。そうですね、タブレットやスマートフォンで、はいはいはい、管理しています。今スタジオにもお持ちいただいてますけれど、はい、そうですね、はい、社用の iPad を、はい、持ってきておりまして、やっぱり紙で印刷するっていうことは本当に少なくなりました。これらのですね、DX ソリューションですけれども、現場で進めていく上で感じてらっしゃる壁とか課題っていうのはございますか？そうですね、やはり年齢層の高い方への DX に対する抵抗の払拭であったり、はい、やはり今までの働き方を変えるというところへの戸惑いをなくす働きの必要性を感じています。はい、実際にデジタル化した場合はですね、特に文字がこう小さくなってしまったりというところで少し大きく拡大したいとか見にくいということをですね聞くケースが多くなっています。確かに今までこれでやってたのになんで変えるのよっていう声は私も聞いたことがありまして、はい、結局そのデジタルツールっていうのは単なるツールですので、はい、紙で見るのと iPad で見るのって見てる内容はそんなに変わらないじゃないですか。うん、そうですね。実際作業をやってる方はどっちでもいいっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。はい、そうですね。その時にやっぱデジタルにした方が、こうなるんだみたいなそのゴールをちゃんと合わせるような作業をされてるんですか。うん、そうですね、やはり今まで紙で書いたものっていうのはこうそのまま捨ててしまうというようなことだったりこうデータとして蓄積されないというところがもったいないところだなというところもあったので、はい、そういうところをこうちゃんと現場にも説明して、うん、それで作業所の方の方々に利用いただくというようなことを推進しております。
じゃあ丁寧に丁寧に一つずつ説明されて納得してもらってるんですね。はい、あとは、まあ、あの動画でもうマニュアルを作ってそれを見ていただいたりというようなこう工夫もさせていただいてます。なるほど、いいですね。ね、はい、あの展開とか推進って、まあ、導入って割と言葉を選ばずに言うと、まあ、導入するだけなので、はい、まあ、契約するだけなので簡単なんですけども、はい、それを定着させるって相当大変だと思うんですが、そうですね、その時に、今具体的に工夫されてることってございますか？そうですね、やはりあの定期的にあの作業所の方にお伺いして、はい、あの状況を確認したりとか、うん、まあ、あのデータで蓄積されていくので、それこそ利用されてるか利活用のこう状況が分かるので、はい、あ、ここちょっと利用率が悪くなったなという時は現場に訪問してみたりということを、はい、あの自分で足を運んでっていう形のことが多いです。はい、あとあのこれまでたくさんの建設業界の方をお招きしましたが、皆さんやはりこう人手不足っていうのを課題に挙げられていましたよね。うん、はい、島田さんの肌感覚としても業界の人手不足は感じていらっしゃいますか？そうですね、やはりあの業界として人手不足は個人の肌感覚としても、うん、はい、感じています。うん、その不足しているなって感じるのはどんな年代でしたり、どんな性別の方が多いですか？そうですね、やはりあの若手や年齢層高い方は結構多かったりするので、まあ、中堅の方々、はい、まあ、それは現場監督も同じなんだと思うんですけど、はい、職人さんも現場監督ともやはり中堅の方がちょっと少ないかなというのは、はい、感じております。あとあのダイレクト導入されていらっしゃいますけれども、はい、ほうれん草、こちらを徹底する上で効果的でしたか？あ、そうですね、はい、現場からもですね、協力会社さんとも円滑に指示依頼が可能で操作も難しくないので、年齢に関係なく使いやすいというお声を聞いています。ありがとうございます。あの私が竹中工務店さん営業させていただきましてですね、はい、もうでもかなり前からなんですけども、2017年ぐらいからですかね、お邪魔させていただきまして、で大阪で試行していただいて、はい、でその時 の, あの統括所長に今もですね非常にお世話になってまして、本当にそうなんです、はい、いろいろ教えていただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あのデジタル化が進み効率が良くなるということで、対面の機会が減ることに対する何か思いとかありますか？そうですね、私自身もやはりウェブ会議がすごく多くなってきたというところで、はい、初めてお会いする方もリモートということもケースもありますので、はいはい、実際にこうあの会議中に発言されてる方はだいたい温度感とか、はいはいはい、あのリアクションも分かるんですけど、はい、やっぱりあのミュートで何もこう喋られない方のこう どういうふうに思ってるかなっていうのはすごく気になるっていうところありますか、ね、ありますね、はい、ミュートでしかもこう顔も出さない人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。はい、なんかリアクション欲しいなっていうのはありますね。はい、なるほど。そういう方もそのまま流してらっしゃるんですか？ちょっと言葉悪いんですけど。そういう時はそうですね、あの、はい、もううちの社員の方だった場合はもう名前でどう思いますかっていう形で聞いてしまったりすることはありますね。はい、いいですね、はい、なんかこういろんな会社さんの悩みを今解決できたんじゃないですかね。うんですかね、はい、あのリモートでしか会ったことがないっていう社員さん同士って結構増えましたよね。増えましたね、はい、当社もそうですけども。そうですか、リモートでしかここまあ3年間ずっと、うん、あのリモートを割とやってますので、はい、実は先週ですね、あのちょっと話しておりますが全社で集まりまして、うん、あの当社開発拠点が四国の徳島県にあるので、うん、徳島に全員こう集まったんです、はい、その時に初めまして同士でした。ほとんど社員の人同士が、まあ、エンジニアの方と営業の方が初めまして初めましてっていうので、実際にリアルにやるとやっぱりいいねって皆さんあなりました、はい、今までは何度かオンライン上リモート上でオンラインでは話したことがあるんだけれども、はいはい、実際会ったことがないと。あ、君こんなに背がでかかったんだって感じですね。確かに座ってるの分かんないので、はい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 、という確かに身長そうですね、びっくりしましたみたいな話がありましたね。はい、ありがとうございます。ではこの後も島田さんにお話を伺っていきましょう、はい、最後までお付き合いください。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所、引き続き島田さんにお話を伺いいたします。あの3つ目の質問ですけども、
柴田さんの理想の働き方はという質問に対しまして、こちらのお答えが、新しいことに積極的に取り組み、誰もが抵抗なく様々な働き方で業務をできる環境を整えるということでしたけれども、うん、はい、働き方ということで、はい、竹中工務店さんでは育児と仕事の両立支援というのも行われているんですね。あ、はい、はい、そうですね。2020年に育児介護のための在宅勤務及び短時間フレックスタイム制度の導入をしています、はい、また外勤を対象にバリアブル勤務の導入であったり、全社員を対象に時間単位の年次有給休暇を導入しています。時間単位の年次有給休暇って、はい、どれぐらいの単位で取れるんですか？1時間1時間で、はい、取れます。え、1時間有給使います？あ、そうですね。1時間で何をするんですか？そうです、やっぱりあの育児をされてる方とか病院とかにちょっと連れて行きたいとか、急なそういう休暇とかをやっぱり発生してたりとか、はい、まあ、それこそあの育児に関係なくちょっと歯医者に行きたいとか、はい、例えばそういう場合に使われるケースを私は、はい、見たことがあります。短時間フレックスタイムってのはどんなものなんですか？そうですね、こちらもあの私の今グループでもあの育児をしながら働いてる方いらっしゃって、はい、やはりそのコアタイムっていうのを、はい、まあ、あの設定して、まあ、あの9時から16時までを、はい、あのまあ、コアで働いてっていうような形で、はい、まあ、そういう短時間であの業務をされてたりというようなケースがありますね、はい、その時間はご自身で決められるんですか？あ、そうですね、自分自身で、はい、決めてっていうところになります。まあ、いくつかこうパターンはあるんですけど、はい、じゃあ早く来て早く帰りたい人は、はい、まあ、じゃあ8時から来て3時で帰るとか、はい、そうですね、はい、なんで多分あの旦那さんにあの行きはあの幼稚園とかに送ってもらって、はい、帰りはあの奥さんの方がみたいなパターンとか、逆のパターンも結構あると聞いてます。へえ、まあ、育児介護ってこれからいろんな問題出てきますもんね。そうですね、そうですね、本当に両立しやすい環境が2020年から整っているっていうことなんですね。はい、それまでいろんな方の声でこういう両立した方がいいよとか、そういう声があったんですか？そうですね、あの私自身もまあ組合とかにあの対応してたことがあったりするんですけど、そういうところで皆さんのご意見とかを聞いて、あの会社に伝えてというような取り組みが、まあ、今回こういう形で制度としてなったのかなと思ってはいます。素晴らしい、皆さんの声をちゃんと取り入れる環境っていうのがすごく素敵だなって思いますね、うん、はい、ありがとうございます。今後のビジネスのビジョン教えてください。はい、作業所勤務でもやはり在宅勤務を取り入れられたり、仕事と家庭を両立できる仕組み作りを展開できるといいなと思っています。いわゆる本社ではなくて作業所現場に行かれてても在宅ができると、はい、そうですね、はい、島田さん自身は在宅勤務は行われてますか？あ、はい、私の部署もやはりそういう在宅勤務をすごく推進しているところだったりするので、はい、自分自身も在宅をしております。人によるとは思うんですけれど、はい、島田さんはどれくらいの割合でされてるんですか？私はまあ本当にできる限り在宅勤務をして、はい、まあ、自分の自宅からあの作業所の方に行ったりっていうことをしているので、はい、本当にあの対面での会議を要望されない限りは大体在宅勤務を今は現状はやっていたりしますね、はい、あの今回コロナ対策というところにはなってくると思うんですけど、そうですね、はい、はい、あとあの就職活動中の若者ですとか、まあ、建設業界を目指す若者に何かアドバイスやメッセージがあったら教えてください。はい、建設業界はやはり以前はその 3K と呼ばれてしまっていたり、女性がこう働くイメージは少なかったかもしれませんけれども、現在は様々な人が働いてとてもやりがいのある仕事だと思っています、はい、ぜひあの企業と会社分析を行っていただいて、自分に合った職場や働き方を見つけていただければと思います。ありがとうございます。ということで今夜は株式会社竹中工務店東京本店技術部計画情報グループの島田理恵さんにお話を伺いました。2週にわたって出演していただきましたけれども、はい、いかがでしたか？あ、
はい、こういうラジオ番組に出演させていただくのも初めてだったんですけども、はい、すごくいろいろとこう対話する中で自分自身のこう仕事の振り返りにもなったというところもあって、すごく貴重だなと思いましたし、はい、やはりいろいろな方々とお話聞くと自分自身のこうスキルアップにもつながるなというのが思ったので、はい、今後ちょっとラジオ聞いていきたいと思います。すいません、本当にくら寿司の話まで、はい、教えていただいて本当勉強になりました。私自身もありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。島田さんにお越しいただきました。はい、島田さんありがとうございました。ありがとうございました。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと。現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです。はい、次回お招きするのは、はい、木内建設株式会社代表取締役社長の木内富弘さんです。はい、お会いしたことは、はい、何度かお会いしたことがありまして、はい、静岡県の地場の建設会社様なんですけども、はい、木内建設さんも歴史が古くてですね、ちょうど一昨年創業100周年を迎えられた建設会社様です。はい、で社長の木内富弘さん自身はまだお若くてですね、代々継がれてきた建設会社さんの社長に就任されまして、そのあたりの話も聞かせていただきたいというふうに思います。伺いましょう。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。はい、番組への感想はもちろん、ビジネスに対する質問、横井さんへの無茶振り、そして聞いてみたいことなどお気軽にお寄せください。私松井家が抜けてますけど。あ、そうですね、無茶振りちょっと入れようと思ってそこに意識が行き過ぎてしまいました。無茶振りしか聞いてくれないみたいな。そうですね、はい、何でも構いませんのでお寄せください。はい、メールアドレスは dx@joqr.net、 dx@joqr.net です。はい、ということで現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔と文化放送アナウンサー松井さゆりでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所。この番組は IT で人生を演出する LEASB の提供でお送りしました。